さあ、続いては群馬御朱印散歩のコーナーです。今日は県内で初めてとなる新春前橋六社巡り福巡りをご紹介します。来年のお正月、市内6カ所の神社を巡り、一つなぎの御神を完成させるものです。どこから回っても何日かけてもいいのですが、今回は午後からの半日で六社巡りに挑戦してみましたのでご覧ください。どうも、総社神社に到着です。ここからは三体神社の小糸さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、三体神社小糸です。よろしくお願いします。まずは前橋市元総社町にある総社神社を見ていきましょう。総社神社の始まりはなんと紀元前第10代崇神天皇の時代、巫女の豊木入彦の命が東国平定のためにこの地に来た際、刀の威力を神格化した神様仏主の命を祀ったのが始まりと伝わります。その後時代が下って平安時代、当時の神津の国549社の神様をこの総社神社に一緒にお祭りしました。そこから総社という名前になっています。ここに参拝すれば県内すべての神様にお参りしたことになります。当社では、花手水を、最近、始めておりまして、こちら近隣の縁日茶屋さんの協賛のもと、毎月きれいなお花が手水舎に浮かんでおりますので、ぜひお近くにお越しの際はご覧いただければと思います。参拝が済みましたら御朱印をいただきます。記念すべき6社巡り限定御朱印1社目がこちらです。いただきました。このように思い出とともに写真に収めてはいかがでしょうか。さあ次の神社、前橋八幡宮へ出発です。6分ね。はい、だいたい6分くらいですね。こちらが前橋市本町の前橋八幡宮です。前橋の中心市街地に立つ神社、上元元年平安時代の859年の創建と伝わるこちらも歴史ある神社です。京都の石清水八幡宮から神様を分霊してお祭りしました。これを灌頂と言います。御祭神はトップクラスに有名な神様、応神天皇本多和家の命とも言います。そしてそのお母様神宮皇后です。必勝祈願の神様として有名です。まあ、私の八幡様が好きなところっていうのはやはり町に近いところで、町の人たちに愛されてこの場にいることですね。はい、では御神をいただきます。2社目いただきました。2社目、来年の干支虎が可愛らしいですよね。では3社目に向かいます。忙しいね。はい、こちらが飯田和神社です。飯田和神社は4世紀頃に作られたとされる前橋天神山古墳群の中央に位置しています。当時の群馬の有力豪族である神付け主の領地と考えられていた場所です。平安時代にはすでにあったと考えられているそうです。神様は五穀豊穣の受け持ちの御事、日本書紀では食べ物を生み出す神として描かれています。そしてこの飯田間神社に来たら忘れずに参拝したいのがこちらの霧島稲荷です。稲荷神社の神のお使いとされる帯奴様が江戸時代後期にこの周辺に出現したという伝承があるんですね。この赤い鳥居をくぐるこの雰囲気いいですよね。ちょっと今までと違いますもんね。はい、ここはぜひ行っていただきたい場所の一つですね。霧島稲荷社はですね、おびゃっこ様、神様の使いでして、五穀豊穣、商売繁盛にご利益がございますので、ぜひご参拝くださいませ。せーの、3社目。さあ、3社目のご支援いただきました。はい、折り返しですね。はい、おっと、ここでちょっと寄り道をしたいと思います。はい、ドライブに前橋市内の人気土産はいかがでしょうか。こちらはムーカフェの焼きまんじゅうマフィンです。
2019年の前橋のお土産コンテストでグランプリを受賞しています。群馬のソウルフード焼きまんじゅうをマフィンにしたという画期的なお菓子です。斬新ですね。はい、そうなんですよ。お土産に喜ばれること間違いなしです。はい、前橋八幡宮の小泉さんもこの通りです。さて4社目、二宮赤城神社です。二宮赤城神社は水仁天皇あるいは景行天皇の時代の創建と伝わっていますので、だいたい2000年ほど前でしょうか。赤城神社、いくつか有名な神社がありますが、平安時代の格付けで2位に位置していた赤城神社については候補が3箇所あるそうです。この二宮赤城神社もその一つということですね。御祭神は国づくりの神様、大名無知の御事、大国主の名前でよく知られています。はい、御祭神は大名無知の御事といいます。別名大国主の御事といいます。御利益というのは、縁結びだの、あの家内安全、商売繁盛などがあります。せーの、4社目いただき、だんだんと完成見えてきましたよね。あたりはすっかり暗くなってしまいましたが、はい、5社目駒形神社に向かいます。はい、駒形神社は1570年の戦国時代に勧請された社です。御祭神は受け持ちの御事、2回目のご登場ですね。日本書紀で天照大神の弟月読みの御事をもてなすために体から食べ物を生み出すんですが、この後月読みの御事に激怒されるという神話があります。駒形の駒という字が小さい馬を意味するわけなんですが、この駒形というのはですね、昔から馬の放牧地として、その馬を大切に守ってきた、そういった神様をお祭りしてきたお社なんですね。まあ、福巡りという企画でございますけども、当神社におきましてご参拝いただければですね、万事がまあうまくいくというような形で皆様にご参拝していただければと、そんなふうに思っております。いただける御神はこちらです。はい、せーの、5社目。さあ、5社目いただきまして、最後は下大谷町の三大神社です。真っ暗ですね。はい、もう真っ暗ですが、はい、午後出発しましたが、この時6時過ぎ、到着した時には真っ暗ということで、以前ご紹介した日中の様子、こちらご覧ください。はい、三大神社は境内全体が県の重要文化財に指定されています。神社において最も重要な建物である本殿は、境内の建物では最も古く、宝暦13年1763年の記述があります。全体が彫刻に覆われています。6社目さあ6社目をいただきましたということで、全部貼っていきましょう。うん、おさあ、楽しみながら集めた御朱印、並べるとこんな感じ。豪華ですね。はい、並べるとまた違って見えて素敵ですよね。はいはい、いかがでしょうか。はい、6社巡りお疲れ様でした。今回の企画は、前橋の若手の神職がより前橋の神社を知っていただこうと、企画したものです。この御朱印巡りを通じて、前橋の神社より知ってもらえたら、嬉しいです。